昭和住宅の山根です。お家づくりのスケジュールについてご説明していきます。4、お聞きしたプランでお見積もりのご提出、あとはローンの審査になっていきます。こちらでお聞きした内容の、お家に合わせてお見積もりを作っていきます。で、間取りの方も ご提案していくんですけれども、こちらの方ではなかなかイメージ湧きにくいというお客様もいらっしゃいますので、昭和住宅では VR ですね、ゴーグルをして実際にお家のイメージを持っていただく、そういった体験も行っております。あと並行してローンの審査、ここが結構大事ですね。お客様のご返済もしくは、お借り入れの金額、そういったところをまとめてご提案していきます。審査の方になっていきますので、こちらも順次進めていくような形になっています。はい、ということで、お家作りのスケジュールいかがでしたでしょうか。昭和住宅では分かりづらいところがあったりとかしてもですね、担当の方から、親切に親身にですねご説明をしていきますので、お気軽にご相談ください。また先ほどの内容をですね、ちょっと動画では分かりにくいかなということもあるかと思いますので、こういった資料にまとめています。冊子になって非常に分かりやすくなっておりますので、こういったところもですね、ご説明が抜けているところもご確認いただけたらなというふうに思います。こちらの方は概要欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらのリンクからですね、どしどしご請求の方いただければなと思います。